今日は、はい、悪友聖伝。なんだってなんて。悪友聖伝。悪友聖伝。そう、うん。について話します。はい。これは聞いたことある。いや、ない。悪友聖伝っていうね、一回聞いたら覚えそうだね。そうそうそう。聞いてたら。そうなんだよ。俺もこれ、うん、俺もなんか高校の国語かなんかかな、覚えて、ロジンって人が書いたやつで、うん、悪友聖伝っていうのがあって、俺名前がすごいから、うん、なんか覚えてて、うん、中国でも国語と同じような口語体と文語を一致させようみたいないうのがあって、うん、口語体で書かれた小説、中国現代小説の先駆けみたいなので覚えさせられたやつなんだけど、うん、まあ、実際は読んだことがなかったから、まあ、今回読んでみて、うん、で、まあ、話してみると思います、うんうん、大丈夫これ、あの二羽定子名さんの浮き語みたいな終わり方しない？大丈夫先に聞いちゃうけど Okay、で、はい、ロジンって人が作ってて、これ中国人の人で、うん、まあ、この中国の話なんだけど、で最初に出たのは1921年、大正10年、同じくこれも青空文庫で、今回は山本孝之さんって人が入力して、はい、大久保優さんって人が構成してくれた結果、はい、我々が読めます、はい、あ、大久保優さんは怪人20名と、そう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 、うん、同じ人です、はい、ありがとうございます。この魯迅は毛沢東にすごい絶賛されてて、うん、それですごい中国で毛沢東がこの魯迅はすごいんだみたいなのがあって、うん、でみんな読むようになった、うん、で日本人も魯迅知ってるはずなのよ、うん、おかしいおかしい、私一応ね日本で生まれ育ってますけど、あの中学3年生の国語の教科書に魯迅の故郷、ふるさとっていうのが載ってるの、うん、どの教科書にも、だから読んだはずなんだけど、うん、まあ覚えてないかもしれない。そうだね。もしかしてその日休んでたかもしれない。いやいや、一回で終わんないから。いやいやいや、冗談です。なんかそのアンケートで、あなたは魯迅知ってますかみたいなので、うん、4割ぐらいの人は覚えてないみたいな。なんか、まあだから、そういう人はいっぱいいるって。なんかね、ちょっと安心した。悪友聖伝、これ読んだことなかったんだけど、うん、他でも目にする機会があって、悪友精神みたいなって、悪友聖伝って中に出てくる精神的勝利法とかいうか出てきて、うん、それなんかもう悪友のなんか精神勝利法だよねみたいなのが使われてたりする、まあ、元の文章を読んだことはなかったからちょっとそれも気になってて、それは中学の教科書では別の簡易的な形で載ってるっていう、うん、あ、ごめんごめん、中学に載ってるのはこの魯迅って人が書いた全く別の作品で、うん、悪友聖伝は載ってない、はい、なるほど。で今回は悪友聖伝の方を紹介ということです、はい、でまず登場人物から、これどういう話かっていうと、うん、こう悪友っていう人が主人公なので、悪友が、まあ、どういうことをしたみたいな話で悪友聖伝っていうんだけど、悪友っていう人がなんかもうものすごいどうしようもない人だから、どうしようもない人クズ野郎っていう人なんていうか、あダメな方ね、そう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 、うん、でその悪友っていうのも名字が何か分かんないくて、うん、でしかもみんな悪友って呼んでるんだけど、悪意っていうのがどういう字を書くかわかんないから、うん、とりあえず悪友っていう風にしましたっていう風のなんか最初の方に書いてあって、うん、悪友の話を伝え切れて書いてますみたいな体で書かれてて、うんうん、それで主人公悪友っていう風にしてますと、うん、未曽っていう場所の話 で、うん、悪友はまあ30歳、登場人物他にも長男になってる人がいて、うん、長家っていうのがこの未曽っていう町の中で一番お金持ちの家、長男那の息子に秀才っていう人がいて、うん、まあ、秀才っていうのは、まあ、本当は名前じゃなくて中国の役人の試験に受かった人のことを秀才って呼ぶらしいんだけど、うん、息子は試験に受かったからでみんなそれで秀才って呼んでるみたいな、うん、で悪友がある日、俺と長旦那はもともと同じ一族なんだと、しかもなんか秀才よりも俺は目上なんだみたいなことを言うのよ、うん、で周りの人は「えお前みたいなやつが本当に?」みたいなことを思うんだけど、うん、なんか若干「あ本当だったらどうしよう」みたいな感じで、うん、なんかちょっと若干みんな尊敬し始めるんじゃないけど、そうなのかな、うん、半信半疑みたいになるのよ、うん、ところがある日それ言ってたら役人が悪友を長家に連れてくのね、長旦那が出てきて「お前が俺の本家とかなんかみんなに言ってるらしいけどそんなことあるかバカ野郎」っつってバーンってこう叩かれるのよ、長旦那に、うん、悪友は。で悪友はどういう人間かっていうと、それに対して何か言ったりしない、ただ押し黙っちゃうの、弁解とかしたりすればいいんだけどそういうのもしない、ただ殴られてでとぼとぼ帰ってくる。でしかもお役人さんからなんか適当なことを言いふらしてんじゃないぞ、小言言われるし、うん、中国のその時代の役人なんか分かんないんだから200文よこせと嘘をついて、うん、で
で、まあ、長大なに叩かれてとりあえず丸く収めたから、うん、その賄賂じゃないけど金よこせみたいなこと言われて、でなんか金を渡さないと役人にってこと、そうそうそう、うん、で悪用とりあえずお金渡すのね自分がばらまいた噂でそう殴られてそうでなおかつお金を取られるどういう人なの。たまた主人公は、うん、その町では本当ダメな人だなって思われてる、うん、あ30代の男性みたいな感じな、特にそこまでは書いてないんだけど、うん、まあ、ちゃんとした仕事を持ってるわけでもないし、うん、みんなに頼まれたら頼まれ仕事をやりますみたいな感じ で、うん、で住んでる場所もなんか祠、うん、なんかお寺みたいな祠みたいなところに住んでるみたいな感じ で、うん、でしかも独身みたいなっていう感じかな、うん、悪縁の名字がなんか長旦那の一族だって言ってたから、うん、なんか長がなんか名字なのかなと思ったんだけど、うん、一瞬悪縁の名字は、うん、ところがそんなわけないって長旦那が言っちゃったから、うん、それ以来みんなが悪縁の名字は何なのかって聞けなくなっちゃって、うんうん、それ以来悪縁の名字が何なのか誰もわからないまま終わったっていう、この話はね、そうそうなんでとりあえず悪縁っていうしかないよという話があったと、うんうん、その事件があってからみんなに笑われた一方で、なんか悪縁の名前がその町中に知れ渡ったみたいなのもあったし、うん、本当に嘘かどうかわかんないわけじゃん、うん、その長旦那がそんなわけあるかいって言ってやったけども、うん、もしかしたら証拠はないから、ね、そうそう本当はそうなのかもみたいなのがあって、うん、でなんか一部にはそのちょっと悪夢を尊敬しないと本当はいけないんじゃないかみたいなのをなんかみんなちょっと思ってるけど、まあ、変なやつっていうかダメなやつみたいな感じで見てるっていう、うん、まあ、そういう感じ、ね、そうそう、で、まあ、さっきも言った通り悪夢には家がなくて、うん、で他に住んでますと、うん、でしかもうぬぼれ屋な感じで、うん、なんかそう俺はすごいんだぞっていう風に思ってるわけよ。その町の人たちっていうのは中国のその役人になるために勉強して、で役人になるわけね、うん、中国って。でその今後役人になるだろう子供たちはものすごい勉強してるんだよ。それの人たちをなんか文道って呼ぶらしいんだけど、うん、文道はすごいみんなから尊敬されてる。でその文道の父親っていうのはさらに尊敬されてるわけ、うん、だから今後役人になってくる人の親はすごい尊敬されてると。で長旦那がみんなから尊敬されてるのはお金持ちっていうのもあるんだけど、息子が秀才がその役人の試験受かったから、うん、みんなから尊敬されてるわけ、うん、で悪友としてはみんなからあんまり尊敬されてないわけね。でそれはなんでかっていうと、まあダメなやつだからなんだけど、うん、悪友の、まあ、自分自身としてはいや俺には息子がいないから、うん、みんなから尊敬されたいんだと。なるほど。俺に息子さえいれば、うん、その長旦那よりもそうそうそうみんなから尊敬される存在になる、なるはずだと。俺の息子だったら当然その役人の試験なんか受かるし、うん、そしたら俺もみんなから尊敬されるはずだと。たまたま俺には息子がいないから、うん、みんなから尊敬されてないんだっていうふうに思ってるみたいな、うん、そういうやつ。外見について言うと頭はげてる、うん、でしかも頭に若干なんかかさぶたみたいのがあって、うん、みんなからなんか雷病じゃないかみたいなふうに思われてて、みんながこう頭を結構いじられたりするんだよ。それをすごい悪いは嫌で、で真っ赤になって怒るわけ。でもみんなはそれ真っ赤になって怒るの面白いもんだからからかったりするわけよ、うん、悪いはどういう人間かっていうと、弱そうな相手だったら言いまかしたりするんだけど、うん、強そうな相手には何にも言わないでただ目を光らせてるだけなの、うん、なんかある日すごいなんかからかうやつがいて、うん、でまあ相変わらず悪いはなんか手を出したりしないでただ怒ってたんだけど、うん、からかったやつの悪いを捕まえて、で壁に頭を打ちつけて5回ぐらい打ちつけるのよ、うん、でも悪友はそのままこうなすすべもなくただやられるままっていう。大丈夫ボコボコにされて、うん、でもここからなんかこの主人公面白いっていうか変わってんのが、うん、やられて突然こうボコボコにしたやつは、うん、あーすっきりしたって言って行っちゃうわけよ。ところが悪友も少し経ったらなんか誇らしげに歩き始めるわけ。普通おかしいじゃん、こうしょんぼりしてテクテク行くはずなのに、うん、なぜか勝ち誇って歩き始めるのよ。なんでかっていうと、悪友はこういうふうに考えた。俺はつまり子供にぶたれた。だから今の世の中は全くなってない。とかいうふうに考えるって書いてある。相手は子供だったの？いや、子供じゃない。子供じゃないんだけど、うん、子供に殴られたと考える。そうそうそう、俺を殴った相手は子供だったと考えて、子供がなんか大人を殴るなんて今の世の中全くなってないなと思う。はあ、うん、そうすると、うん、イライラしないと。いや、すごいね。考え方によってはすごいけどね。これが悪友の精神的勝利法っていう。そういうこと？現実では負けてんのよ、うん、腕っぷしもないし、うん、
やっつけようっていう勇気もない。だけど心の中で現実と全く違うことを考えることによって勝ち誇る、うん、現代でもこの考え方持ってる人いるよね。そうそうそう、だからまあこれまあそうなんだよ。だからみんなもやってるよねっていう話なんだから、ね、それのエッセンスをグッと詰め込んだ登場人物が悪意、うん、で最初はそれを心の中で思ってたのよ、うん、俺は子供にぶたれたんだと、うん、だけどだんだん口に出してるようになったら俺は子供ぶたれただけだ、そしたら、うん、この町の人たちみんなが悪意の精神的処理法をまたやってるみたいな風になってくわけよ、うん、である日またその男がやってきて、うん、また悪意の頭を壁にバーンバーンって打ちつけるのよ大丈夫体は大丈夫よ。わかんない。とりあえず大丈夫らしいんだけど、うん、それで、これでも子供にぶたれたっていうのか、ええー、っていうわけよ、うん。そいつは勝ち誇ってまた行くんだよ。うん、で、今日はまたぶたれたんだけど、うん、少し経つとまた勝ち誇って帰ってくわけよ。で、今度は、どういうふうに考えたかっていうと、うん、俺は自ら軽んじ、自ら癒しむことができる第一の人間だ、とか言ってんのよ。俺はなんか癒しい人間なんだけど、うん、癒しいということを分かってて、うん、しかも、うん、なんか自分を癒しむことができるという素晴らしい人間であるみたいな、なんかよく分かんない。なんかでもさ、ここまでなかなか考えれる人っていないないね。逆になんか信者が出てくるよね。悪求信者が出てくるかもしれないけど私にはできないみたいな、悪求さんみたいな考え方できないみたいな。でも教祖ぶたれまくってるっていうやばいやつなんだけど、なんかすごいキャラの強い人なんだけどね、うん。